じゃあこの蝶々はどうでしょうか。イエーイ。どっち。ちょっと待って、そのイエーイさんでイエスって言ったら、言い方悪い。イエス。先生怒ったらどうなるか知ってるか。うわ、こういう顔になるんだぞ。いいな。え、これ怒った時の顔じゃないの、あんた。顔が赤くなってるよ。怒ってる。これ何？脳がね、逆に四角になってる。じゃあこの蝶々は重なるでしょうか、重ならないでしょうか。重なります。イエス。え、何でしょうの。じゃあ次の蝶々は、イエス、イエス、重なる。次の蝶々はどうでしょうか。次の蝶々はどうでしょうか。どっち。これイエスだよ。これえ、少しずれてるんだけど、これは誤差の範囲ね。じゃあ次の蝶々はどうでしょうか。これはノーだね。反対向きの反対じゃありません。で、このロケジェット機は飛ぶでしょうか、飛ばないでしょうか。このジェット機は飛ぶでしょうか、飛ばないでしょうか。飛ぶか飛ばないか。これ飛ぶか。飛ぶよ。これ飛ぶな、綺麗だもん。ヒュー。このジェット機はどうでしょうか。飛ばない。飛ばない。さあ、そこで問題。この2つの図形がありますが、折り曲げたとき重なるか重ならないか。重ならない。ここが違うね。No. No, no. じゃあこの図形はどうでしょうか。No.この付けはどうでしょうか。この付けはどうでしょうか。イエース。イエース。じゃあ今度これから、これはどうでしょうか。イエース。イエスだよ。これ、これはどうでしょうか。ノー。ノー。これはどうでしょうか。ノー。どっち。ノー。ノー。じゃあこれはどうでしょうか。ノー。それじゃあ、ノー。これはどうでしょうか。ノー。これはどうでしょうか。No! これはどうでしょうか。Yes! これはどうでしょうか。No! 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 これはどうでしょうか。Yes! これはどうでしょうか。No! お顔があります。これは2つ、こう、宮古いか、2つ重ねたときに重なるかどうか。重ならない。どっち。Yes かノーか。どっち？これノーだよ。口がちょっとねずれてる。そう。これはどうでしょうか。ノー。ノー。イエス。色が違うけどな、まあいいか。これ重なるんだね。これはどうでしょうか。これはイエスだ。これはどうでしょうか。ノー。これは反対向きの反対図形ではありません。これはどうでしょうか。イエス。これはどうでしょうか。ノー。これノーか。ノー。じゃあこれは。Yes, yes. あ、違う。これはない。ここ2つでここ2つない。ノー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 。これはどうでしょうか。ノー。ちゃんと座れよ。お前立って勉強しないのよ。あくね、一緒に引いてやって。あれ、机を後ろにグッと引いてやれば、机を。お前ら、その、大体のお尻かゆいんだよ。で、一層前やると、またどん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 前に来ちゃうの。あれ、机を蹴っ飛ばして。ミヤ君ちょっとパンツ見てろか、お前。あ、指しゃぶってる。あ、これ使えないよ。いいよ。今指しゃぶってたじゃないか、お前。見たぞ、お前。使えないよ、これ。BW 特製のおしゃぶり。赤ちゃんが使う楽しいおしゃぶり。でも、おじいちゃんも使ってるから、おじいちゃんにおしゃぶり。臭いよ。よく見ると、バイキンがいっぱい。鼻くそもついてるね。これ貸してあげる。やだ。テレビに出たスパイソース。テレビに出たらね、絶対逮捕される。あれテレビなんか出ない方がいいよ。あんなのね、どん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 言いたいとこカットしちゃってね、これで変なとこばっか撮ってね、流すからね、変なことになっちゃう、あれ。いいよ、蹴っ飛ばしてやれば。じゃあ全部話させてくれるならいいけどね、全部話させてくれないもん。じゃあこれはどうでしょうか。ノー。これはどうでしょうか。ノー。これはどうでしょうか。イエス。
これはどうでしょう、右と左反対向きで同じですか。だったら一言 NO って言ってごらん。これはどうですか。これはどうですか。イエスだよ。これはどうですか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 。俺イエスだね。これはどうですか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 。じゃあこれまた同じような問題、またちょっと高度になります。折り曲げた時に重なるか重ならないか、どっち、どっち、こういこないよ、どっち、けどノーって言ってくれなきゃ。ノー言ってらん、もっとね、みんなも出してね。ノー、ギャーじゃないの。しかりんさんというか、ゴキブリの天ぷらあげようか。ノー、ノー、はっきり言わなきゃ食べさせるぞお前ら。ゴキブリの天ぷらあげようか。 NO! NO! って言うの。ゴキブリの天ぷらあげようか。 NO! みんなのパンツのうちはついてんの。 NO! あんた言わないじゃないのって、ついてんの。まあ正直な人ね。あ、そう、いやいや、じゃあ NO って言いなさい。あんたみんなのパンツのうちはついてんの。 NO! NO って言わないの。もうダメって、 NO って言わないと。みんなのパンツのおしっこはついてんの。 NO! みんな林先生のこと好きなの。 NO! それはイエスだ、お前ら。ノー、ノー、今度イエス、今度イエスって言ってね。みんなは林先生のこと好きか。ノー。林先生はかっこいいか。ノー。林先生のパンツはきれいか。ノー。みんなのこと、みんなは林先生のこと愛してるか。ノー。林先生って素敵か。ノー。イエスって言いなさい。いい、分かった？はい、じゃあ行くよ。分かったらちゃんとイエス言って言いなさいと。林先生は頭が良くて素晴らしいか？ノー。林先生の薬草食べてみたい？ノー。爪の赤を煎じて飲んでみたいか？ノー。じゃあこれとこれは重なるか？ノー。これとこれは重なるか？イエス。これ重なるよな。イエス、これ重なるよこれ。ノー。どうして？これ重なるじゃないの。イエスだよこれ。ちょっと上に行ってる。どうして、これは重なるか重ならないか。ノー。これはどうですか。ノー。見えないな。見えない。じゃあこれとこれは重なるか重ならない。どっち、どっち。ノー。よし、こういう勉強したの覚えてるか。知ってるよ。じゃあこの勉強したの覚えてる。あー、覚えてる。ほんと、ちょうどちょっと数字見にくいので言ったけど、1、11、21、31、41、51、61、71、81、ホテルみたいだね。1階が1、2、3、4、5ホール。C だね。じゃあ E の反対側にあるのはどれだろう。26、21。じゃあ D の反対側にあるのは、31、32、33、31。杉原くんの声来ない。3、はい、31、32、33、34、35。 C と反対にあるのは、 C と反対にあるのは、OK、 41、42、43。 B と反対にあるのは、61、62、63、64、65。 じゃあ A と反対側にあるのは、72、72。 OK。 これはなんかひらがなに見えるね。なんてひらがなに見える。いい。あ、そう。これなんてひらがなに見える。いい。これなんてひらがなに見える。いい。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 なんて人に見える。いいに見えるけど、でも違うんだよこれ。反対向きの反対側の絵でした。じゃあ問題、問題でもないけどね、これね、図形遊びなの。これね、反対向きに広げるよ。あの図工遊びみたいなの、これ。ちょうど反対向きとこうなる。雪、雪、雪のあれ、雪の模様にか。雪の結晶、雪の結晶、雪の神様みたいな。何に見えるこれは。雪の神様、雪の神様。
雪の神様。雪の結晶。雪の結晶。雪の結晶と雪の神様に。雪ってこうなってんの。じゃあもう一回広げてみるか。これあのね、2回広げられる、3回広げるか。今度はね、こうでしょ。俺は学校で作ったこと。これは何見る、これは。なんだこりゃ。カギン。今日あったかいね、頭。なんであったかいよ。あれ、まだかぶってた先生。めくってめくってまだ。めくる？さあ、次がさ、さあ、折り紙。何を？折り紙。さあ、これ広げるよ。わあ。こんな感じ。雪の結晶。雪の結晶かこれ。雪の結晶ってね、綺麗なんだってね。そうだよ。じゃあこれはなんだ？近くに葉っぱ。これはなんだ？ね。スーパーマン。これはなんだ？スーパーマン。これはどうなるでしょうね？これはなんだ？これはなんだ？サンバ。なに？サンバ。鳥のサンバの尻尾。鳥のサンバの尻尾。よくわからん。サンバ。サンバって何よ？サンバ、サンバっての？ガチャ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 って、ドラの音楽？よーし。じゃあこれ広げると何になるでしょう？銀紙。そうじゃない。足掛け。はい、ダイヤでした。ダイヤ。遅いぞ。これ広げると何になるでしょう。手裏剣。手裏剣。おー、手裏剣でした。これ広げると何でしょう。残念。田んぼの田。よっしゃ。田んぼの田でしょうか。じゃあこれは何でしょうか。ひめ。お、誰も目いった人。正解、目でした。漢字の目。漢字の目でしょこれ。漢字になってんだ。漢字になってるんだよ。これは何になるでしょうか。口じゃないな。口。何？九じゃない。十でした。これは何になるでしょう。これは難しい。なに？キュー？中？他に？中？これは？チュー、中でした。じゃあ最後のこの勉強の最後だぞ。右と左は重なりますか？重なりますか？イエスかノーか？ノー！じゃあ、これは重なると重ならないか？これ重ならないんだよ、これ。向き同じだからな。これは重なりますか？重なりませんか？じゃない。え？ノーじゃないってどういうことなんだよ。イエーイ。じゃあ、これは重なるか重ならないか？何？ノー。これはどうだ？ノー。じゃあこれはどうだ？ノー。ちょっとめぐりにくいな。これは、これはどうだ？これどうなの？重なると重ならないか？重ならない。また足んない。どっち？これはこれはそのやりたい。ギャー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 変な声。まあ今日はプリントワークしないからな。よし、じゃあ次の勉強行こう。まだ終わらない。まだ2つ残ってる。やった、まだ半分残ってるんだよ。三角形の面積っていう勉強したんだけど覚えてる？あー、それやりたくない。よし、余計やる気になってきた。やりたくないってことは苦手ってことだから、先生がたくさんやるのよ。じゃあ数える。